はい、皆さんこんにちは、イレイキュンですということでして、皆さんこの国雷の配流周回をねしてると思うんですけどもね、昨日ワンパン動画上げたんですけども、ワンパン動画っていうのはちょっと敷居が高いんですよね。けどね、このノラの周回で使える超高速周回パーティーが完成しております。で、鍵になるキャラクターなんですけども、ドン、ジャスターとなっております。このキャラクターあまり知らない人いるんですが、スキルでね、なんと強化効果を一つ消去してくれるんですよね。ちょっとこれ見てください。2回攻撃するの、えいえい、見た、今みたいな感じで2回攻撃するから、実はここ1つ消去って書いてあるんですけども、2つ消去してくれるんです。で、2人ジャスターがいると開幕で4つ全部剥がれ落ちて、めちゃくちゃ柔らかくなるので、すぐね、あの麻痺も入ります。で、このジャスターはなんとスキルに麻痺もついてるから、2回目のスキルから麻痺が入る、そこも見てください。はい、ちょっとこれ見てほしいんですけども、これね、僕以外にもジャスター入れてる方いるんですよね。ちょっと戦闘してみます。まあ、基本的に説明しますんで、まずね、開幕シャススの裏にジャスター入れてるので、ジャスターが発動、はい、します。で、他の方もジャスター打ってるので、全部ね剥がれるんですよね。全部あのバフが剥がれます。で、そこでもう全て柔らかい状態、もう何にもバフ貼ってないの。この名前の左上に赤いところがあったんだけど、そこがなくなって、はい、バフが全部ありません。で、次のね、ジャスターの攻撃が麻痺、次すぐ麻痺るから、まあ、ここはね麻痺がないので、これは止めれてません。はい、来ますよ、来ますよ。あ、ちょうどいい感じに来てるね。ここ、今ジャスターのスキル出るよ、シャス。はい、あ、いいね、いいね。ここ見て、見て、見て、見て。はい、はい、止まった。はい、麻痺止まった。見て、ビリビリになってる。もうすぐね、2回目の攻撃から麻痺入るの。はい、打てません、ビーム。どうこれ。でもゲージ半分削ってんだよ。やばくないこれ。やばいでしょ。すごいでしょ。また、これブレーキできるかな。あ、ブレーキできない。あ、まあ、大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。風なんで、はい、また来るよ。またジャスターがね、風なのに、はい、麻痺、はい、ビリビリ、はい、ビリビリ。見て、もう体力ちょっとしかないの。これかなり速いからね。普通にジャスター入れて、まあ、宗四郎とかをリーダーにするとね、はい、こんな、あ、もう死ぬんじゃない、はい、死んだ。やばくないですか。これタイムどれぐらいだろう。2分切ってると思うよ多分。はい、ドン、こんな感じ。1分38秒、こんな感じで。みんな野良であんまこんな感じ出ないでしょ。これ普通にジャスター入れるだけで出ますから。はい、という感じなんですけども、これね、宗四郎リーダーにしてるけど、まあシリティでもいいと思う。で、ユニゾンはブレイクしやすいかなと思って闇落ち入れてます。まあここも村雲とかラムスでも、このオロウルは風落ちでもね、まあシャスが死にづらい方がいいかなと思って、で、フィリアはね、回復のために入れておきたい。まあこんな感じで、武器は、リーダーにトラオーで、あとの武器はね、浮遊中に攻撃力が上がるやつをつけてるけど、ここはねまた変えてもいいと思います。最後にもう一度簡単に説明しますと、敵がね、国内の配流が開幕と同時に4つのバフ貼るの。けどジャスターは2つ取ってくれるから、2人以上ジャスターがいると開幕ですぐ柔らかくなって、体勢がなくなる。で、麻痺も全て入るということですね。ですので、攻撃スキルがかなりダメージが出て高速周回ができるということです。ですので、もうちょっとね、このジャスター入りパーティーがもうちょっとノラに浸透するとね、かなり高速ができるんじゃないでしょうか。本日は最後まで動画ご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。
それではまたお会いいたしましょう。